にあります笠松ライフスクール所属の岡田優選手がスタートに向かいます。共に走りますこのオーロラパルメとともに昨日行いました短期競技は減点ゼロタイム差で第2位、昨日は第2位という成績。北海道のミラクリ牧場で生産されましたサラブレッド、17歳になります女性は東海帝王の東海パステルの作品。さあ置いてきます。そしてこの後は距離がありますが2つ続きます。ダブル障害に入ってまいりました。ここで1つ落下があります。競走馬時代は東海オーロラという名前で、田所調教師のもと中央競馬59戦4勝です。2016年8月27日の札幌競馬を最後にしましてトレーニングされましたが、和田雄一騎手、小牧二木俊騎手、武豊騎手、そして海老名正義騎手がそれぞれ着を浴びましたものが、はい、さあオーロラで、リボンゲットできるように頑張りますとコメントしておりましたが、昨日第2位、今日は1つ落下がありますけれども、オーロラの攻略方法があれば教えてくださいと言っていましたけれども、しかしここまで1つの落下、減点が4で最終障害、これをクリアです。走行タイムが107秒98、107秒98、1つの落下がありました。減点4です。4番白幕連続で1回から白幕福士選手とドーバはロマンコルゾンです。